皆さんこんにちは。住友不動産の大塚です。本日も住友不動産の YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はシティテラス文京小石川の現地周辺をご案内させていただきます。こちらは現地周辺のマップですが、今日は画面の赤い丸の範囲をご紹介します。最寄り駅である後楽園駅、春日駅は東京メトロ丸の内線、南北線、都営三田線、大江戸線の計4路線が利用でき便利です。駅のそばにも大きい公園がありますが、文京区の中心としてふさわしい文京ガーデンという再開発も行われました。こちらには大型スーパーなどもあり、中も緑あふれる街区になっています。東京ドームシティは球場をはじめ、スパ施設も入るラクーア、東京ドームシティ、後楽園ホール、ホテルなどの施設で構成される都内最大規模の施設です。駅からマンションの間には閻魔通り商店街があり、各種おいしいお店もありますが、24時間営業のダイエーはじめたくさんのスーパーが近くにはあるので、とても便利です。茗荷谷駅方向にも三徳茗荷谷店やマイバスケットなどもあり、買い物環境が充実しています。また駅からの徒歩ルート上には個性豊かなお店やレストランやカフェがあり、雰囲気のある店舗で美味しいランチをいただくこともできます。周辺は通り沿いにも並木道などが整備され、ただ歩くだけで四季を感じることができます。文京区は坂も多いですが、緑や空を感じることができるため、気持ちよく散歩をすることができます。そして坂にも歴史や文化を感じることができるのも文京区の特徴です。そして坂といえば、文京区の代表的な坂、播磨坂です。春の桜が有名ですが、夏は緑を楽しむこともでき、おしゃれなカフェでケーキをいただいたり、さまざまな美味しいレストランなどがあります。そしてもう一つの坂が湯立坂です。坂沿いに紅葉を楽しめる木々が植えられており、歴史を感じる建物もあったりします。カフェで一休みしたりできるのもいいですね。この坂には大きい公園である千春園、そして教育の森公園があり、園内また近くにプールやテニスコートなど公共施設がございます。教育環境としても徒歩圏内に複数の認可保育園があり、仕事をしながら子育てするのにも良い場所だと思います。学区小学校は現在建て替え中、2026年完成予定です。学区中学校は例年受け入れ人数の倍以上の希望があると言われています。各国立小学校が近いことも特徴です。また最近減少傾向と言われている児童遊園も近くに複数ございます。最後にご紹介するのは小石川植物園です。東京大学の付属施設の一つですが、広く一般にも公開されている植物園です。道を歩いていても見えるほどの大きな木があり、町のシンボルと言えると思います。残念ながらペットは入れませんが、お弁当は持ち込めるのでピクニックなどおすすめです。
ご視聴いただきありがとうございました。